東北陸軍工部堂、西門東北陸軍工部堂は、新朝末期から中華民国期にかけて、方典に存在した陸軍軍官学校である。その時期によって、西京工部堂、東三小工部堂、東三小陸軍工部堂、東北陸軍工部堂と名を変えるが、一貫して中国の近代軍隊の充実のため日本でいう、 陸軍士官学校に相当する役割を担っており、最盛期には、雲南陸軍工部道、保定陸軍軍官学校、広報軍官学校と並んで、四大軍官学校とも称された。1931年の満州事変によって、法典が日本軍の占領下に置かれるとともに消滅した、東北陸軍工部道の前身は1906年に、 新朝の聖教将軍長治達美が創立した聖教、公武道である。1907年に聖教将軍が東三省総督に改名されて、初代総督として遠政外の肝入りで女性省が着任してくる。女性省は遠政外の北洋軍閥の強大化を図るために、1908年8月に聖教公武道を東三省公武道と改名。 皇天陸軍小学堂防壁内に移転させさらに拡充を行った。1911年に侵害革命が勃発すると、皇天では革命軍の北伐に備える必要があったため、東三商工武道は一時閉鎖になる。しかし1912年2月、再登板していた長寿達みと中華民国政府の間で和議が成立し、東三商工武道は再度開港する。 だが、結局1915年に閉鎖される。1918年の末、それまで北洋政府中央で政権闘争を繰り返す暗記派、直霊派等の軍閥と一定の距離を保ちつつ力を蓄えていた、張作林が安福国会の末に東三省順越市に就任する中国東北部を手中に収めた、張作林の法典派は日本の支援もあって、 急速に軍備を拡大する。しかし、法典軍を指揮する将官は圧倒的に不足しているため、1919年2月に法典派のための軍艦学校として法典陸軍工部堂に解消した上で再度開校される。また翌年には東三省陸軍工部堂と改称された、調査省を同庁に機構を教育長とした、孫、朝日正を総隊長として、 学院四国体が編成された。各省令は、かつてここで共感をしていた。1920年頃、各の提言により、将兵の中でも特に引い出たものの選抜育成のため、軍艦教育班、軍艦共同団及び軍師共同体を設置。1924年の第二次、笹口じ戦争によって、調作人の法典派は、北京政府中央に進出するまでに成長した。だが、 教育機関としての東三小陸軍甲部堂は年間400名程度を排出するほどの規模でしかなく、宝天軍の現場から見れば圧倒的に士官不足の状態にあった。そこで1927年6月、張作林は北京木寺に甲部堂の分校を創設した。1927年6月、張作林が北京政府を掌握し、暗黒軍政府を組織し、法天軍は 名実ともに、東三省だけの軍閥ではなくなると、同年9月に、東三省陸軍工部堂は、東北陸軍工部堂に改称された。さらに、張作林が、陸海軍大元水に就任した後の1928年3月には、東北の文字を削除して、陸軍工部堂にまで改称した。6月、安国軍、第三予報面連合軍団陸軍港等こと。 研究班を管轄下に置く。1928年6月4日、国民党軍に敗れて、法典に落ち延びようとした、張作林が爆殺される。北京を失った法典派は、張学寮が継承し、陸軍工部堂は再び、東北工部堂に改称される。また9月、法典派の軍事教育機構を統一するために、元々の東北工部堂を小東編門より、東大英に移転し、 東北高武道両寧本校都市、国立校、熱化に相次いで文校を創設した。1931年9月18日からの満州事変により、関東軍との武力衝突が発生する。すでに1928年12月の段階で、駅誌によって国民党と和解していた、長学寮は10月下旬までの間に、東北高武道を北京に移転させる。だが十一月上旬。 公武道から、完全の困難により再開の目途は立たない。東北公武道は閉鎖とする。学生は全員卒業とし、現代に復帰せよという宣言が発せられる。事実上の東北公武道の消滅である。現在、敷地四千平方メートルのうち伝統的な青線、河原防養式の正門など主要建物七百三十平方メートルが現存し、東北陸軍公武道旧式年間として、 開館している、長学寮、孫烈心湯田真林はこの学校の卒業生である。その他に、両清僧、馬本人志、万武氏がいる。作家の将軍は、かつてここに入学したが、殴り合いをして除名されている。東三省公武道、東三省陸軍公武道、一期二期三期四期五期六期七期八期九月9期十期、西京将軍を、法天将軍とも称するため、 政教工部堂も、法典工部堂とする資料もある。左国省、敵寺市公、木。人民網。http コロンスラッシュスラッシュ dangshi.people.com。cnn12018-0801-C85037 から3018万 2725HTML2018 年9月9日閲覧。 各 1993p53 各 1993p51 原文、インコにあたり、学武器、北武道帝、学費下げ前、会原部人、特攻、北武道、正規人、中京ス正第一端、中、もう、色旅有毛、http コロンスラッシュスラッシュ www.crt.com、cn、ニュース2007、 ニュース、ジャリは、177億2011万 5322J8K1 回 7C60CG801、HA8IG、HTML2018 年9月9日閲覧、ありがとうございます。